はい、一応97年の8月に、はい、もともと神戸の方で関西でお店をしていたんですが、こちらの東京池袋で1000坪でオープンしまして、でそれから3年後2001年の3月に4年後ですかね、はい、2001年の3月にその1000坪を2000坪に倍にして、その時に10坪しかなかったコミックフロアを150坪に増床しまして、ワンフロア全てコミックとそれに関する品物ということで、はい、今に至ってます。そうですね、今はだいたい13万冊を常備してまして、で、まあ、毎日入ってくる品物とかでかなり動きますけれども、はい、年間でそうですね、もう本当に何十万冊って本が入っては売れてという風な流れになってきてます。はい、あの漫画論といわれる漫画についてのあの評論文ですとか、あともそれに関するデータの書籍ですとか、そういったものと、あと漫画の技法書、書き方の本ですね、それからあとその漫画家さんが作品とは別にその画集といわれる絵をこうたくさん載せたものですとか、そういったものをこちらで、あと先ほどおっしゃってた攻略本、ゲームに関する書籍ですとか、あのその漫画を読むような方々が実際 買って使われたり、あとはその漫画を読む傍らで読むような小説ですとか、そういった技法書とか、そういったものも扱ってます。はい、そうですね、10代から20代ぐらいの方で、やっぱり近くに予備校さんがあるんで、学生さんがすごく多いことが特徴になってます。あとはその専門店には行かないけれども、あの普通の近くの本屋さんでは満足できないようなかなりの漫画読みの方々にご利用いただいてて、その方々だともう年齢関係なく60代70代の方もいらっしゃれば、本当にお子さんもいらっしゃる、ただ中心は一番最初に申し上げた感じになってます。そうですね、男性の方が多いですね、だいたい6割7割ぐらいが男性で、女性3割なんですが、あのうちの特徴としまして、耽美といわれるボーイズラブものがあの割と多く揃えてますので、そういったところで女性のお客様が最近ちょっとずつ増えてきています。はい、そうですね、一番最近の本ですと福島聡さんという方がいらっしゃって、その方が3冊同時に出されたあの少年少女、中学生とか高校生の日常とか恋愛とかそういったのを描いた少し素朴な感じの漫画を、他2点同時に出たものと、あとは完結を迎えた羊の歌、はい、そのあたりでしょうか。あとはそうですね、新刊が出たのだめカンタービレといううちですごくおすすめしている少女漫画ですとか、はい、その辺がよく売れています。やっぱりその新刊だけでなくて、長いスパンで見た時にあの手に取ってもらえる漫画というのでは、2つのスピカという宇宙飛行士を目指す少女のお話を書いた漫画ですとか、あとは手塚治虫さんの絵を使ってこう4コマではないんですけど、まあ、ギャグを書いた神罰ですとか、はい、あとはですね、ちょっとマイナーどころになるんですが、虫を主人公に、虫が人間のような、物語を紡いでいる虫けら様ですとか、はい、そのあたりはすごくおすすめですね。読んでいても面白いですし、やっぱり絵として見ても綺麗なものもありますし、よくやったっていうものもありますし、はい。